今回はこちらです。442の新しいモデルです。 HG って書かれてるんですけど、オールグランド対応モデルです。重さが27センチで 192g で、前作よりね 50g ぐらい軽くなってるんですよ。これがめっちゃ特徴かなと。乗った瞬間、前回の442とは全く重さが違うのと、カンガルーがねちょっと薄くて柔らかくなった印象があります。ステッチの形もこんなん初めてですよね。カブトムシのお腹みたいになってます。中足部が人工皮革で、ニューバランスの N っていうロゴがね大きく書かれてます。ここがね打点の目安になるなと。かかとと履き口がプニプニした弾力になってて、この履き口周りがこう丸みを帯びてるのが442の特徴やなっていうふうに僕は思います。この内側にパッとつけるのもなんか結構流行ってますよね最近。タンにもクッションが施されてて、キックした時にね僕はここのクッション感を感じたように思います。紐は最初だけオーバーラップで通されてて、あとはねアンダーラップで、4つ目の穴通したらこのタンのところの、ね、通し口に通します。よく見てもらうと分かると思うんですけど、赤い部分も網目っぽくなっててグリップがあって、この442のね銀のところも若干グリップを感じます。まあこれはちょっとすぐ剥げそうですよ。前回の442はポイントも大きくて、ポイント部分に重心をめっちゃ感じたんですけど、今回はねシャープになってますよね。ネオ3のポイントみたいで、ポイントのグリップも抜けも良さそうですよね。かっこいいっす。推進力とか屈曲性のバネみたいなものはあんま感じませんでした。442とかニューバランスのロゴも個人的にはかっこいいなというふうに思います。履いていきます。まずやっぱりどう考えても前回とね全く違う軽さを感じます。履いてみると前足部のカンガルー部分が薄くて軽いっていうのが余計に分かると思います。2位相当って書かれてるんですけど、この母指球から小指の付け根あたりまで結構幅が広いように感じます。2位よりも広いんちゃうかなと思うんですけど、履き口周りもちもちしててめっちゃ気持ちいいです。ボールタッチしても前足部のカンガルー部分がやっぱり広いなっていうのは思います。足触りはねめっちゃふわふわです。前足部の皮が薄くて、ステッチのグリップもあんま効かなくて、ちょっと滑るんちゃうかなっていうのは思いました。前回の442よりも特に前足部が薄くて、全体的にインパクトは弱そうな印象があります。やっぱりステッチのグリップ感っていうのはあんまり感じひんなと思いました。カンガルーはめっちゃ柔らかいです。
このニューバランスの N のところはトラップとかキックの時にね、打点の目安にめっちゃええなと思います。また蹴ってみたレビューもね、見てみてください。